え、名前は強制ちゃん。強制ちゃん、うん、お名前の理由は歯、はあ、強制してるからえ、じゃあ途中で強制終わったら解明するってこと強制ごちゃんとか強制ごちゃんみたいな今強制中ちゃん京都からわざわざ来たの。そう、悪いな、すぐ帰ってもらうことになるけどな。いいよ、別にこの後飲んで帰るからキャラ濃いな。え、名前は何のうちが言わなかったの。そっちが言ってよ、先に。あ、じゃあもうこれはもういつものパターンだからね、はい、名前だけ名乗らせてもらいます。はい、佐久間です。よろしく。大井です。はじめまして。強制ちゃん。強制ちゃん、うん、何その名前、どういう名前なの。いや、絶対テンプレ、もうマジで絶対言われると思ったし。これはでもしょうがないじゃん、うんうん、それはそっちの責任でしょ。200万回聞いてきた。俺たちの問題じゃないよね。強制ちゃんってつけといて、強制ちゃんってつけといて、で俺がなんでって言ったら、はいはい出ましたって。そう、確かに、うん、これは確かにな。はい、お名前の理由は。お名前の理由、歯、はあ、強制してるからえ、じゃあ途中で強制終わったら解明するってこと。強制ごちゃんとか。強制ごちゃんみたいな。今強制中ちゃん。強制中ちゃんで強制ちゃんってことね。そう。将来こういうことやりたいなみたいなのあるんですか。女優。やれる役すごい少ないじゃない。あるよ。やれる役なんだろう。あるよ。何の役やれるんだよ。清楚系とかいけるよ。今だったら、今だったら誰みたいな女優の何の役できるんだよこれで。アンミカの再現しかできない。アンミカの若い頃しかできない。なんでそれ一択なん。もっとやれるから、病弱なタイプとか。確かに、でもアンミカさん感はあるな。病弱のタイプ、ちょ一瞬だけやってみろよじゃあ。いやもう、いやちょっと顔がさ、うん、今のはもうさ、あのペニオクの時のさ、なんだっけあいつ。コモリってるね。謝罪の時ですよ。ペニオクの謝罪にしか見えなかった。謝罪じゃない、苦しんでんの。うん、例えばひどいこと言われて悲しんでる時とかみたいなこと言える、やれる？やれる。うん、余裕。うん、お前のことを好きな人間なんて一人もいないんだよ。同じ顔じゃないか。女優の雰囲気出てないけどな。出てるよ、どっからどう見ても出てるやん。恋愛映画だとして、好きって言えない時の表情とかできる？最後にでもやっぱ勇気を出してちょっと待ってくださいって声かけて、大井さんって声かけて、うん、で何って聞いたら、うん、あの自分で溜めてなんかドキドキしてる演技をある程度長くやって、ドキドキ、うん、でその最後に好きですっていう、うん、できるの？余裕。できるの？で、ちょっと待ってよ。いいな。じゃあまた明日な。うん。その映画見たことありますか？あなた余裕。全部同じ顔なんだよな。お前マジで全部同じ顔なんだけど。違う、そう捉えてる方がおかしい。全部同じ顔だよ。そう捉えてる方がおかしい。パターンなんかいっぱいあるから、カメレオンって言われてるから、うち誰に言われてるんだろう。でも今まで言われたことでムカついたことなんかない。アホ毛やばい。アホ毛がやばい。アホ毛がやばい、うん、プリンがやばい、うん、足臭そう。それはマジで歯って感じじゃない。なんで足臭いって分かるの。足臭くないし、うち。いや、まあ足臭そうだよ。臭くないわ、なんでそんなこと言われなあかんの。脇も臭そうだよ。脇臭ないわ、誰が脇がよ。臭ないわ。佐久間さんがずっと楽しそうだな。口も臭そうだよ。口臭ないわ、強制してるから臭いじゃないねん。誰が臭いの。普通や、歯磨いてるわ。あとなんだろうな、臭そうなところ。そうなとこ探すか今。違うやんな。いや、違う。いや、もう一個見つけたんだよ俺たち。もう何、臭そうなところで言うとなんか乗せてくれるっていうのねルールがあったんですよ。ああ、爪の間とか臭いんじゃないですか。臭ないわ、だいファンデーション詰まってないし。綺麗やん。お前トイレ行った後トイレ臭そうだから。だからトイレしたら誰だって臭いやろ。あいつ面白かったですね。